それで、2部ですね、半負けの本家の半魔妖先生です。生物のルールですね、ノーベル賞以上のね、生物の生き方のあのルールっていうのをちょっとね、2部としてまたお話しいたしますけれども、人間というのは団体で生きてる単生物なんですね。バクテリアみたいなもんなんですね。と同じに生きてます。で、能力体生物、能力体生物と単生物。単生物は人間たちまで言うんですね。あとバクテリアも言うわけですね。で、多くね、2通りの違いでね、その間の差がね、非常に力関係が大きいんですね。そのために、生きるためにやむを得なくしないといけないということがあるわけですね。まあ、上の生物これ打破しちゃってますけども、聞きませんけれども、一般的にね、高能力生物というか、能力体生物ですね、に対抗するためにね、いかあのすごいね、規則を作って頑張って生きようとするわけですね。そのルールを説明していいのかということですね。規則、こういうルールで戦ったら勝てるよとかね、強いとかいうのは分かるわけです。当然分かるのは当たり前だけども。高能力生物に対しては、その分析、正確なね、勝ち負けっていうのが高能力者には計算で分かるわけですね。で、単細胞人間たちまでは言うんだけども、バクテリア系統も言うんだけども、では歯が立たないわけです。超能力生物今ね。で、どうやって生きるかというと、まずただ団体とか多いというのは関係ないんですね。ターミネーターじゃないけど分身作りますから、超能力生物はね、それで意味ないんですけども、それ以前の能力生物ですね、人間たちよりが能力生物に対抗しないといけないね。で、団体でとにかく強くなるということなんですね。あらゆる宇宙中でね。で、その法則はね、超能力生物は複合を作っちゃうんで、それ以上もっと作ってしまうんです。その生物体っていうかね。だから、単独であっても作ってしまう。ているんで関係ないんですね。人数が多いわけです。ターミネーターが無数にね、同じに作っちゃってるんですから、で、それで生きてますから、やられますからね、単独だとね。それで、殺されても再生できるように、で、子供作れるようにね、ターミネーター、人間より方もね、ターミネーターですね。体を宇宙中に作って、で、万が一やるときは子供もまたね、作れるようにしてるわけですね。単独なんで、普段はいないわけですけどね。需要ありじゃないけど。ね。で、それに対抗するには勝てませんけれども、単生物、人間たちの生物では歯が立ちませんけど、
その前に能力生物っていうのはできるんですよ。能力単細胞からね、進んでね。で、通常は許さないんですね、能力体生物っていうのはね。団体で、死滅させるわけです。いればね。細胞同士、人間もそうなんですけど、複合生物ですね。細胞がたくさんあってね、一つ取ればちっちゃな細胞がいろいろあるわけですね。それが組み合わさってできてるわけですね。バクテリアみたいなものなんですね。の複合体みたいなものなんですね。であるから、バクテリアや菌やね、細菌やね、と同じ生き方をしてるわけです。で、二部でね、なかなか説明しようと思ってね、まずいかなというのは難しいですね、ことなんですけど、とにかくルールで対抗というのでは、まあ流しでしょうけどね、通常その能力生物の弱点を見るわけですね。でそれを考えると動きでね、いつも消耗それに対抗するために消耗するわけです。1割死んでしまうわけ、人間たちもその1割対抗するために1割は死なないといけないわけです。必ずあるルールでそれには勝てないということが分かるんで、単生物人間たちって